アンドプリンス5人最後の冠番組出演最後の企画は、夢を叶える5人旅。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。明日22日で平野潮、26、岸優太、27、神宮寺裕太、25が脱退する男性5人組ユニット。 キングプリンスが出演する日本テレビの冠番組、キングプリンスル、キンプルの特番が20日、放送された。今日21日と22日は、グループでのテレビ出演はなく、23日からは門、長瀬角24と高橋海人24の二人体制となるため、20日で5人体制は見納めとなった。番組のフィナーレで、長瀬は、 それぞれの個性や人柄が分かってもらえるような温かい番組になった。平野は大変なロケもありましたけど、皆さんのおかげで頑張って来られましたと感謝。騎士は間違いなく今後の人生の糧になってます。その思いと一緒に楽しく、楽しくと言いますか、人生生きていきますと、天然なキャラクター全開でまとめ、スタジオは笑いに包まれた。2021年に単発番組としてスタートし、 翌年1月からレギュラー化。この日は初めてゴールデンタイで2時間放送され、集大成のラストとなった。最後の企画として行われたのが、夢を叶える5人旅。手作りサウナや会場相撲対決など、盛りだくさんの1泊2日の旅の模様が放送された。オリジナルの花火大会では、平野と神宮寺が作った花火やメンバーカラーの花火などを5人が浴衣姿で鑑賞。騎士は、命かけて一生忘れない。 墓場まで持って帰りますと脳裏に刻み込んだ。本誌の取材では、スタジオ収録は今月中旬に実施。劇団一人、46、やお笑いコンビ、アンタッチャブル、山崎ヒロヤ、47、ラトライ爆笑トークを繰り広げた。一人からは、一年半で目を見張るように成長した。状況は変わりど五人が色々なところで活躍するのを楽しみにしてるとエールが送られた。最後は五人で声を合わせ。 皆さんありがとうございましたと視聴者に感謝を伝えた。5人それぞれの個性が輝ける企画が本当に素晴らしい番組でした。クールマイペース。ブレない真と美意識を持つ箱入り王子様。レン君。素直な物腰で常にみんなを和ませてくれるグループの弟。芸術肌のアマ君。天然怪盗に腹がよじれる。顔だけじゃない怪力と身体能力が国宝級。シオン君。 優しさと人間愛に溢れたのジェントルマン。応用力の神様。神宮寺くん。天才的な発想力。ボケつつ誰よりも番組のバランスを見ているリーダー騎士くん。この5人の絆は一生続くと言い切れてしまうほど息が合っていましたね。またいつか5人旅やってほしいな。5色は色あせず、知りません。最高な人生。忘れな。とどろき。ありがとうございました。スポニチアネックスさん。 5人の白いテキシード姿のキングプリンスの写真を掲載してくださってありがとうございます。キングプリンスルの制作に関わる皆様、彼らに最高の旅をありがとうございます。中学生男子のように、はしゃぎ楽しんでいる姿、思い出のいっぱい詰まった旅行ができて、本当によかった。当たり前レストランでもメンバー全員が食べることができてよかった。番宣で、平野くん、神宮寺くん、岸くんみんな、 初めてのゴールデン特番と紹介してくれて嬉しかったし、今後また特番で6人が集合できる未来がやってきますようにと願っています。本当に楽しい番組でいた、嫌みなく彼らの良さを引き出していた、残念ながら、彼らの一生は幕を閉じてしまいますが、各自これからもっと進化した、第2章を期待してます。本当にありがとうございました。